はい、ワキントジ、うん、はい、ワキントジ、赤目ワキ、どうですよ、はい、見てワキントジ菌で撮ってるんですか、はい、うん、これあのさっき佐々木さんから聞いたんですけど退職途中なんですか、そうですね、はははは、なのでこの色なんですね、そうですね、あ、大きくなるとどんな色になるんですか、まあ、茶色に残る色は、はい、あると思いますが、はい、まあ、退職して、まあ、黄色っぽく黄色くオレンジになる個体もいますね、はい、うちのやつはもう退職一気にしちゃって黄色くなりました、ね、茶色に残る個体はやっぱり希少価値があると思います、はいはい、あ、残るやついるんですか、はい、あ、これであと豊田さんのすごい質問で 思ったんですけど、はい、なん、あの豊田さんとこの魚って丸々してるじゃないですか、はい、これって餌とかってで、あれなんですか、水替えとかそういうのの絡みなんですかね、そうですね、まあ、水替え豆にしますね、はい、あ、うちどうやってもあそこまで丸々にならないんでどうしたらなるのかなっていつも、そうですね、はい、まあ、豆に水質と餌やりと水替えをやってるのが、あ、こういう感じになるってことですね、ちょっと次に行きます、あ、すいません、これは銀鱗和金になるんですか、銀鱗シミですね、はい、あ、銀鱗シミ和金、はい、クリスタルタイプと、はい、あと銀鱗シミの、はい、フナワタイプですね、あ、ブリストルタイプっていうのがこれですか、これですね、あ、この赤いやつですね、はい、あ、太鼓もすごいですよね、これも面白い色してますね、あ、マニアには困らない、ね、多分すぐいなくなってしまうんでしょうけど黒いのでやっぱり残るように選別してるんですか、そうですね、やっぱ次にやっぱり逃げづらいことは結構多いんで、ああ、やっぱそうなんですか、じゃあ結構確率的にはこの子まで来るのは少ないっていうことですか、そうですね、もう、はい、シミ系は7年8年目ぐらいですかね、はい、ああ、8年、これはまたすごいですよね、はい、これで何歳なんですか、5歳ですね、5歳ですか、はい、あ、卵すごい産みますよね、メスですもんね、はい、和金はあの僕あんまりやったことがないんですけど、選別基準っていうのはやっぱ尾からいきますね、あ、尾っぽですね、尾っぽがしっかりしてるやつでその後色ってことですか、体型、ね、体型、はあ、はあ、5歳、これちなみにどれぐらいのところで飼ってるんですか、いや、これは1860-90かな、はい、あ、はい、90点は奥行き90ってことですね、はあ、水槽ですか、水槽です、あ、そうなんですね、ってことはあれですね、渡辺さんからもらった南京と同じサイズの水槽で飼われてるってことですね、ちなみに南京とどっちがでっかいですか、親で言ったら、こっちの方が大きいですよ、こっちの方がでかいですか、うん、南京はちょうど大きくて、はい、この尻尾の先分がないぐらいで大きいんで25センチぐらい、あ、これ30、うん、30いくかいかないかぐらいですね、そうですね、28ぐらいだなと思いますね、太鼓があるので残しちゃってるんですけど、あ、そういうことですね、太鼓すごいですもんね、親上で飛んでるのは最高ですね、これね、うん、あとね、オスのいい当てがいればね、ちなみにこれの子供はなんか、はい、ずっと優勝取ってるっていうんで、あ、楽しみですね、親業でね、確かにいいオス持ってる人のところに行くと行くと、ね、いいのが、そうですね、はい、和金、はい、和金の好きな人は、はい、親業でって感じですね、ありがとうございます、許可取れ、3歳も和金ですね、すごいですね、相変わらずこれあの、はい、三つ男じゃないよ、これは、はい、船尾のそのガポスあれですもんね、長手が好きなんで、そう、ああ、これはなんか向こうより上だけどすごいあれですよ、これ豊田さんの一番得意なやつは、ああ、いいな、モザイグリーンで、ああ、アルビノですね、アルビノで、これはすごいですね、袋だからちょっとあれですけどね、鑑賞よりもっといいの出すんでしょ、あったら、うん、まあ、いるけど脇やっぱり、ああ、すごいですね、いいですね、これ大丈夫、あ、大丈夫です、変わり和金かな、あ、変わり和金、僕らになるとこの色全部弾いちゃうんだけどね、炭が、まあまあまあ、そこはまた、これは好きな人、そう、すごいもんね、出てる、そうですね、高橋さんのとこ行く前になんか炭のと、ああ、出てる、ああ、これはすごいな、
すごいですね。今日は僕は戦利品として、まあ戦利品というか豊田さんに譲っていただいてしまったんですが、この赤目、地金和金どっちと言っていいのかあれなんですけど、ちょっと袋なので見づらいですけどね、この赤目の魚を、譲っていただきました。とても立派な魚ですね。このタイプ、豊田さんのこのタイプの魚すごい好きなので、というかまあ基本的に和金とかもすごいのばっかなんですけど、いい魚ですね。これはちょっと譲っていただいて大事に飼育したいなと思っています。さあ今どこに入れるかちょっと検討中なんですけどね、今まだちょっと室温に合わせてそこからやらないと多分温度差がすごすぎてしまうので、ちょっと時間をかけて水合わせしてやっていきたいと思っています。豊田さんありがとうございました。大事にさせていただきます。豊田さんにいただいた、アルビノ、これは地金と言ってもいいような感じの魚ですね。アルビノ赤目です、ごめんなさい、赤目地金と言っていいと思います。ちょっとまだうちに来たばっかで温度差があったりするんでね、一応温室なんで今ちょっと調整中で、プラケースで調子が合うまで隔離してちょっと飼育しようと思っています。豊田さんの魚やっぱりすごい体型です。こんな魚ね作りたいですね僕も。今はちょっとねまだ落ち着いていませんが、元気になって餌をバンバンやってさらに大きくして種植えに使っていけたらなと思っています。赤目ね普及したいというか、もっと赤目ってもっといい魚だから人気が出てもいいと思うんですよね。炭焼きの方に注目が行きがちですが、豊田さんの赤目素晴らしい魚です。僕は大好きですし、この体型で赤目っていうところがねたまらないです。なんでこの赤目の魚の良さをもっと発信していけたらなと思っていますので、赤目好き、アルビノ好き、また興味を持った方っていうのはねどんどん楽しみにして待っていてくれればと思います。よろしくお願いします。